えっと、現在中1です。YouTube でひろゆきさんの論破集を見てふと思ったんですが、それってあなたの意見ですよねとひろゆきさんが言っていましたが、それもひろゆきさんの意見じゃないんですか。えっ、ー、と、それってあなたの感想ですよねってやつですよね、たぶん。意見ですよねは言ってないと思うんですけど。で、えっ、ー、と、それが多分あの、テレビタックルっていう番組に僕が出た時のやつだと思うんですけど、えっ、ー、と、なんかその、 ネット上に上がってるものが、そのなんかあの、ユーザーのオリジナリティがないみたいなことを言って、で、その、えっと、明らかにオリジナリティがないみたいなことを言ったんですよね。で、あの、明らかかどうかっていうのが、その,その人が考えている感想でしかないんですけど、ただそれをテレビで言ってしまうと、それが事実かのように誤解してしまう人がいるので、それは明らかじゃなくて、あなたの感想ですよねって言ったんですよ。要は明らかであるって、1冊1話2とか、事実に関することなんですよ。 でもその中あの太陽は東から登って西に沈みますとか、その事実であれば明らかであるって言うんですけど、そのスイカが甘いかどうか、メロンが甘いかどうかって主観なんで明らかではないんですよ。 要は、あの、食べてみたらそんなに甘くないメロンあるかもしれないし、その要は、あの、パッとにそう見えるかもしれないけど実態は違うとこもあるので、それを明らかという言葉を使うべきではないんですよ。なので、そのちょうど僕その頃ニコニコ動画の管理人っていうやったので、そのニコニコ動画に関する風評流されるわけにいかなかったので、それは明らかではなくて、あなたの感想ですよねって言ったんですよ。で、あの、感想ですよって言えば全然いいと思うんですよね。 では、その、あの、足田真菜さんそんなに可愛くないよねっていうのを僕前回言ったと思うんですけど、あれ僕の完全な感想と主観で、その足田真菜さん超絶可愛いとか世界で一番可愛いって思う人がいるとは思うんですよ。で、それはそれで全然構わないと思うんですよ。僕は感想として、足田真菜さんなんか10段階でいくと5段階か6ぐらいじゃねみたいな風に僕は思ってるというだけで、な、その、宝章舞さんとか上だよねとかっていうだけの話で、なので別にそれ主観だからどうでもいいと思うんですよ。ただそれを事実だって言われちゃうと、いやいや足田真菜、その、なんかあの、世界で一番美人っていうのは事実じゃないでしょっていう。 なので、その事実なのか感想なのかっていうのを明確にした方が安全だよねっていうのがあったので、そこを指摘したって話さえ、はい。なので別にあの、意見を言ってる人に意見だよねっていうことはないです、僕は。はい